倒れていた高齢の男性を下校中に救助したとして、中学生3人に感謝状が贈られました。津幡警察署から感謝状が贈られたのは、河北市立宇野家中学校2年の寺西小雪さん、3年の寺田俊太さん、猪谷裕太さんの3人です。寺西さんは今年10月、下校途中に川沿いで転倒して動けなくなっていた70代の男性を発見しました。そこに自転車で通りかかった寺田さんが男性をおんぶして大通りまで移動。猪谷さんは寺田さんの自転車を移動させるなど救助をサポートしました。その後3人は通行人を見つけ警察への通報を依頼したということです。3人は学校で特に交友関係はありませんでしたが、その場で迅速に連携を取り男性の救助につなげました。ご家族の方とかもなんか喜ばれてたっていうことなので、自分がやったことがなんか良かったことだったなだなって分かってちょっと良かったです。人助けは形に残らなくても心に残ると思うんで、これからこうやってみんなが人を助けるって行為が増えてくればいいなって思います。その家族はありがとうって言ってくれたっていうその感謝の気持ちを伝えられて、自分は正しかったなというちょっとほっとした気持ちになりました。